それより夏休みの宿題を出す。忍びの者のみが行くことのできる忍び隠れの里、その中心にある忍び隠れ城が騎馬織軍団侍大将弓張重座に襲われておる。いけ者ども、狙うは忍び隠れ城主、そして悪しき竜。残念ながら城が落ちるのは時間の問題だ。だが我らにはまだ打つ手がある。そこでじゃ、お前たちは城に忍び込み、敵の手より忍び隠れ城の殿様を救い出せ。そして忍び隠れの里にラブ&ピースをもたらせ。あいつら、まずはお殿様を助けるのが先決です。ここは僕たちが。お兄ちゃんとかスミちゃんは殿様を。他にたまには忍べ。よっしゃ、夏休みだし、たまには忍びらしく忍んでみるか。時間がありません。ここは私が。ここは足にお任せくださいやし。ジッパジッパーリアー、ジッパジッパジッパ、あっドキャー、ジッパー、ナイスキンちゃん。おーい、殿様。助けに来たぞ。殿様いねえか。どこかに隠れていらっしゃるのでしょうか。弓張重座、伊賀崎の忍びか、コソ泥のような真似を。お前に殿様は渡さないぜ。赤忍者手裏剣、さあ剣を入れて。忍者忍者忍者、やれ。わっ、なんだ、もしかしてお殿様ここに隠れて。ヤツボ君、殿様はいただいた。え、なんだと。では、よし、俺こそが忍び隠れ城城主、八角辰之助だ。マジ？頭
が高いね、みんな。なんで殿様が恐竜。ちょっと悪しき竜でございまするか。そう、それこそが俺の求める力。古来よりこの城に語り継がれてきた伝説だ。忍び隠れの城の主、恐れ、侮り、悩み、祟り起きて悪しき竜となり災いをもたらす。それが悪しき竜の言い伝えだ。だってさ、恐れて侮って悩んじゃったんだ。このお姿が悪しき竜ということでしょうか。災いをもたらすようには見えないけどな。こら、あっそ、竜というより恐竜でございやすね。どっちだっていいよ。だいぶやさぐれちゃってるね。どうやらダメ殿様のようでございやすね。お、分かってるな青年。俺ダメ人間、いやダメ恐竜。とにかく殿様は救い出した。里にラブ&ピースをもたらすというのがじいさんの宿題だ。次は弓張りを倒し里の人たちを救う。はい。言っても無駄だと思うぜ。殿様はここにいてください。はい、行こうお兄ちゃん。ああ。おお、待て、殿に仕えるのも忍者の役目。高原、お前は残って殿様のお世話をするのじゃ。どうせ伊賀崎の忍びは戻ってくる。その時こそ奴らを捕らえ悪しき竜を我が手にするまでのこと。ご分をお祈りいたしまする。行くぞ。はい、うん、お兄ちゃん大丈夫かな。殿様と仲良くやってればいいけど。お待たせしました。はい、サンキュー。なんで。おい、お前も飲むか。いい。ちゃ、つまんねえ男だな。つまんねえ、言ってくれんじゃないか。ダメな気がする。手裏剣忍法落とし穴の筒。大丈夫ですか。そうですか、殿はご無事でしたか。よかった。今は恐竜になってますけど。しかもだいぶやさぐれてますけど。それには訳がありまして。あの方は昔は良い殿様でした。我ら民のために必死に働いてくださった。しかしそのせいでご家族をほったらかしになされた。気づけば奥方様に逃げられて。それ以来やさぐれてしまわれ、さらにはたたりで恐竜になっちゃったんだ。ちょっとかわいそう。でも角を折ればたたりは解けますから。角？はい、ポキッと。伝説ではそう言い伝えられています。なんか適当だね。大変だ、地場鬼のやつらが。何？こいつは大変でございます。すげえ。皆さん、ああ、よっこらちょっと。
タガル、金次君からだ。なんだ。タガル坊ちゃん、大変でございやす。里の人たちが襲われ、ヤクモ坊ちゃんたちが奴らに。金ちゃん、悪い殿様、俺あいつらのとこ行ってくるぜ。行くのは勝手だけど、お前が行ったところで無駄だよ。無駄無駄言うなよ。そんなこといちいち考えてられるかよ。ああ、無駄とかできないとかじゃなくて、俺は俺のしたいことをする。俺はみんなを助けたい、それだけだ。みんなを助けたい。バカ息子がすいません。あいつ何にも考えてないですから。でもあいつの行動にはいつも考えさせられるんですよ。何が言いたい？殿様が本当にしたいことは何ですかね。よしよしよし、うん、ないだろ。そうだ。教えぬならお前たちに用はない。消えろ。何？お前たちやっぱ無事だったのか。いいぜだな、高兄。ここは忍び隠れの里だからな。屋敷の中にはカラクリがいくらでもある。部長、やい、おっと。なるほど、そうだったんでございますね。よし、あとはお前をやっつけるだけだ。無駄だ。お前たち、俺を倒すことはできない。無駄かどうかやってみなきゃ分かんないだろ。暴れて暴れ！赤忍者！とどろけヤクモ！青忍者！きらめきの凪！忍者！忍者！ひとひらかくはな！しゅ忍者！ゆらめきかすみ！もう忍者！いろどりの星！スター忍者！忍びなれども忍ばない。忍びなれどもペアリア。手裏剣全開。忍忍者。忍ぶどころか暴れるぜ。面白い。忍びどもの無駄なあがき見せてもらう。手裏剣忍法分身の術。はっ、
手裏剣忍法夕立の術水の術ジャブジャブジャー手裏剣忍法夏の階段扇風機の術おりゃー手法三撃か順に民どもの命を奪っていくだけだ。そんな里の人たちは汚いやつだ。戦に綺麗も汚いもない。やれ待て、うん、忍び隠れの上司殿様、なんで俺は俺のしたいことをしに来た。俺が民を守りたいってだけだよ。悪いか？なんも悪くないぜ。この様が戻られるぞ。というわけだ、弓張り忠者。お前の結界を破ることができるのは俺の悪しき竜の力だけだ。殿様、もしかしておじい様のおっしゃっていたお言葉、忍び隠れの殿様を救い出せ、そして忍び隠れの里にラブ&ピースをもたらせ。そうか、ただ殿様を救うだけでは里は救えない。殿様の心も救って、一緒に里を救えってことでございますか。それがおじいちゃんの宿題だったんだ。タカール、この手裏剣を使え。おう、うっ、うっ、わざわざ出てくるとはな。悪しき竜の力、妖力をもって俺のものとさせてもらう。となって災いをもたらせ。どうすりゃいいんだ。角だ。里の人が言っていた角を俺が元に戻るか。よし、俺が行く。あいつは任せるぞ。分かった。あっちもお手伝いしましょう。お
ザ・召喚官忍者聖剣日報召喚の術師忍び丸ロデオ丸この野郎邪魔すんな金ちゃん背中貸してくれどうするつもりですかい殿様の角を打つ本気ですかいちょっとでも外れたら殿様自身をやっちまいますよでも行くしかないだろさっきは殿様が根性を見せたんだ今度は俺たちが見せる番だいけあっぱれるよはするまで、ねえ、射法、肥大反則と。俺たちも行くぞ。ザ・召喚忍者。夏休みも暴れるぜ。次は第二ガス。わっしょ、わっしょ、わっしょ、わっしょ。ジュラシックなシュリケン人だおぉ熱いなこれ燃えてきたシャホサミガレントモ様あんたの思いも込めさせてもらうぜシュリケン人ダイナミックスパワーこれで夏休みの宿題は終了かもしれないな。甘い甘い。わしやったらば7月中に終わらせておったわい。よく言うよ。お前たちのおかげで忍び隠れの里にラブ&ピースがもたらされた。礼を言う。まあ、いいってことよ。こちらこそ数々のご無礼すみませんでした。特に兄が。でも今の殿様なら里の皆さんも安心でございますね。それはどうかな。え？難しいことは考えるのやめた。俺は俺のしたいことをするよ。タカちゃんみたいになっちゃった。とか言って里のみんなのために働くんだ。素直じゃないな。じゃあお殿様が今一番したいことって何ですか。めでたしめでたしだからな。みんなでお祭りするしかないだろう。君のお祭り。Shoot, shoot, shoot.